広島対中日3回戦、秋山翔吾、4割3厘、72-29。はい。元チームメイトにも容赦ない。猛犬注意。可愛いチワワに騙されないで。打球速すぎ、なんでこれでメジャーでさっぱりやねん。レベル違いすぎるやろ。この紙に舐めた政治してセリーグに送り込んだセーブ許せねえよ。ペースが落ちなければセパ両リーグでシーズン最多安打記録に名を残すかもしれんな。はい、世界一の日本の野球で無双とかすっぽい。世界2位以下のメジャー行ったらもっと成績伸ばせるやん。早く行こうよ。ほんまセーブええ加減にせえよ。ちゃんと金田さんあいつらのせいやん。メジャーのレベル上がりすぎて野手はできるだけ若いうちに行かないと適用できなそうやな。打者はマジでメジャーとの格差やばいんだろうな。それで大谷は打率が低いとか言ってる有識者の的外れ感たるや。近藤にウォークとか7億出すのに秋山安すぎだよな。日本時代の成績考えたら近藤より秋山の方が上やん。柳田とともに長年パリーグ最強外野手だったのに舐められすぎ。無双して欲しくなかったわ。NPB でもゴミであって欲しかった。NPB どんだけレベル低いんやってなるやん。メジャー挑戦しただけでいかなかった負け組どもよりはるかに上だってはっきりわかんだねこれ。MLB 日本人打者キャリアハイシーズン王、イチロー 9.2 2004年、大谷翔平打者 4.9 2021年、井口忠人 3.3 2005年、岩村明則 3.1 2007年、松井秀喜 3.0 2004年、ジョージ・マケンジ 2.8 2006年、フレーミング値は含まないものとする、松井和夫 2.7 2007年、青木宣親 2.4 2012年、福留孝介 2.4 2009年、鈴木誠也 2.0 2022年、秋山翔吾 0.8 2020年、筒香嘉智 0.3 2020年。 MLB で全く通用しなかったのにまるで NPB がレベル低いみたいやんけ。秋山ってトリプル A でも活躍できんかったやろ。セリーグのレベルやべえな。最初は西武に戻ろうとした。でも西武の熱意がなかったようだ。お前 NPB だとめっちゃ薄やん。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。